キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ドラフト通信簿、日本ハム編というね、はい、ところで西舘君、うん、1位指名、視聴者希望は渡来で、2位が常広君、うん、で佐々木はもう高校生の前田君行くんちゃうかと、はい、で墓場さんは常広、うん、でせいぜい細野、うん、完全ノーマークやったな。でしたね、西舘君はね、うん、で行って抽選外して、はい、次は前田君行って、うん、抽選外してで細野君、はい、ね、こう抽選で当てて、はい、っていうところでね、うん、細野君が入って、だから細野もやっぱり前評判よりは評価高くなかったんだね。うん、もっと ね、だからやっぱ球は速いけど制球力次第っていう、うん、結局球が速いけどそこがどうなるかっていうね、うん、だからハマったらえぐいよね、はい、まあそこがどうなるかっていうところ、制球良くなったらめちゃくちゃいいんじゃないですか。うんね、うん、佐々木なんて言ってましょうか。はい、上沢投手、加藤投手が移籍すると先発投手陣に大きな穴が開くから、うん、まあ、そこを補充したいと、うん、で3年目も再開だと新庄監督が苦しいので、うん、即戦力投手は必須、うん、1位2位で投手行った方がいいんじゃないかと、うんうんうん、で正直全ポジション欲しい、うん、清宮選手のサードはちょっと相当練習しないと下手、こんなメモしてたんですね来年、はい、に1位佐々木麟太郎選手行きそうって話も今してましたけど、うん、まあね、まあ、アメリカに ね、はい、行くっていうところ で、うん、でその中でまあ噂はね、もうポスティング決まったっていうところと、はい、うん、まあ、ポスティング決まったからって移籍するかどうか分かんないからね、はい、正直ね、うん、いい契約じゃなかったらしないパターンもね、昔の中地とかあるからね、はい、岩隈も一回あったもんね、確かね、うんうん、で加藤がね、FA するかどうかっていう、はい、ところもあるけども、まあ細野君ね、うん、で2位が新藤君、キャッチャー丈夫だ、新藤なんですよ、新藤、うん、間違わないようにしないと解説で、そうです、新藤、うんうん、キャッチャー、はい、これびっくりやろ、ね、だから去年 FA で星見取って、はい、マルティネスもいる、うん、年で清水、うん、で最後らへん古川か、はい、もう出てた、うん、で中日から郡司だから、まあ郡司はもうポジションコンバートだな、うん、こうなってくるとね、でもキャッチャーだからまあ納得してないんだろうな、はい、誰にも、うん、星見も FA で、まあ、打たへんからな、うん、全員結局宇佐美使った方が良かったんちゃうかっていうね、あの中日の時 ね、うん、まあまあ軍事持ってるからね、はい、よかったけどキャッチャーとして見るんだったら宇佐美で良かったんちゃうかと思うけどね、うん、いきなり新藤君2位だからね、はい、うん、で3位外野だからね、宮崎走行士3秒揃った、うんね、めっちゃ足早いんですよね、うん、で4位が明星でしょ、はい、で5位が星野外野手、だ即戦力あんまりピッチャー1人だけだよ、うん、育成が浜田、はい、平田、加藤っていうね、うん、内野外野投手っていう高校生っていうところでどうなんやろうね、まあ全ポジションね欲しいから、まあ全ポジション取ってるけどね、はい、ピッチャーキャッチャー内野外野っていうね、うん、でも5人も少ないよね、うん、まあ若い選手が多いからっていうね、うん、こっからね育てようっていうのもあるけども、うん、そしたらピッチャーのローテーションもし噂と加藤がいなくなったとしたら、うん、伊藤、はい、鈴木健也、うん、上原ね、うん、で金村ね、あ今年ね1年目だったけどちょっと怪我したっていうところもあるけどね、うんうん、ポンセで、まあ、北山も、まあ、いるっていうね、うん、で、まあ、根本ね、はい、まあ、最後ら辺良かったけども、うん、でもよっぽど頑張んないと、だって今年10勝投手0人だもんね、でしかもねさすがに新庄さんもね、うん、いくら言っても3年連続ダメだった場合は、うん、なかなか難しいと思うんだよね、はい、来年1年でもうどうにかなるようなドラフトじゃないよね、そうですね、正直ね、もうちょっとこうピッチャーいる取るんじゃないかなとは思ってましたけどね、うん、高校生でもね、はい、いいからね、だから1位の細野君以外は捕手、外野、内野、外野ですもんね、うん、で外野もね松本、うん、万波は絶対出るでしょ、はい、でセンターってなった時に、うん、じゃあ浅間なのか磯畑なのか、うん、まあ、矢沢をどうするのかっていうね、そうですね、うん、問題もあるけども、うん、エゴシとか、まあ、いないっちゃいないんだよねセンターもね、じゃあこの宮崎、あのどれ誰が出てもそんなに変わんないっていうところはあるけども、はい、まあ、磯畑ぐらいがいてくれたら足でね、うん、かき回せるっていうところもあるし、うん、まあ、そう厚くちょっと薄いっちゃ薄いんだよね、はい、外野がね、まあ、木村が戦力外になってっていうところもあるけども、まあ、そこら辺は、ね、外野もいるかなっていうところもあるところの、うん、多分宮崎選手かなっていうね、ちょっと層が薄いんで、はい、もう何かあった時のためにね、うん、で内野が明星、はい、サードだよね、だからまあサードがね、うん、清宮も野村もちょっと守備がね、はい、なかなか上手くないっていうところで、まあ、しっかりね
未来に向けて埋めたいっていうパンチ力のある選手、はい、で星野日野で、まあ、これは高校生だからね、うん、まあ、これ明瀬と一緒にまあ育っていくっていうところで、うん、このドラフトだけじゃどうにかならないから、やっぱ外国人補強必須になってくるよね。そうですね、うん、来年でいうとやっぱ細野君と宮崎君しかやっぱり見込めるところは、まあ、あとは新藤君が、そうですね、キャッチャーとしてね、キャッチャーとしてどれぐらいね、うん、このあとバッティングだからね、はい、結局は打てないんだったら、うん、もう、伏見とかでいいわけよ、うん、正直ね、はい、まあ、経験もあるし守備もできるっていうところではね、うん、打てなきゃっていうところで考えると、どこまでこの新藤君がバッティング状態伸ばしていけるかっていうところもあるし、はい、まあ、これ細野君次第ではこの戦力のど真ん中にいる選手はドラフトの中からひょっとしたら生まれない可能性はあるよね。これ宮崎君とかバックアップとしてはね、面白いかもしれないし、はい、まあ、足もあるっていうところでね、うん、でも3年秋打率6割5本塁打だからね、なんか井端さんが言ってましたけど、めちゃくちゃ運動能力高くて塩見選手みたいなイメージって言ってました、うん、ヤクルトの足もめっちゃ速いっていう、めっちゃいいのよ、あの身体能力お化けのやつは、はい、もう生かしきれないやついっぱいいるからね、生かせるかどうかなんですね。いや結局打つかどうかだけだから、うん、もう俺何回も言ってるけど、もう野球で一番大事なの打つことだけだから、はい、正直野手はそうですね、打つこと以外はただのオプション、はい、ないよりあった方がいいけど、うん、もう打つのがないんだったら本当使い物にならないから、その2番手とかね、はい、ダイソーとかそういう脇をきた固める脇役になるから、うん、まあ、そこら辺はねどうなるかだけども、まあね、まあ、センターが若干薄いからね、はい、まあ、そこを埋めれたら大きいよね、うん、外野手としてはね、はい、でも全体的に今のチームの補強ポイントで言うと、なかなかそれを来年に向けては補強しきれなかったなっていうところもあるし、そうですね、先発がね、まあ、このままいったら来年のもし加藤が抜けたら開幕投手伊藤だもんね、うん、そうですね、うん、このままいったらね、はい、伊藤弘美投手ぐらいしかいないですね、うん、あと矢沢をどうするかだね、うん、二刀流の一番大事なのって何か知ってる、はい、え、分かんない、打つことだよ。あー、そうですね、二刀流も一番大事なの打つことだから、うん、打たないんだったらピッチャー専念でいいじゃん、うん、正直ね、そうですね、うん、打つから二刀流投げじゃん、はい、打つから投げることもできて OK だねっていうところだから、うん、矢沢も打てないんだったら、はい、もうピッチャー専念するしかないし、うん、もしピッチャーがそんなだったらもう打つ方にで足とか生かしていくしかないから、うん、でしかもやっぱ先発しないとやっぱリリーフの二刀流はきついよね、はい、去年2試合か、そもそも DH 解除しなきゃいけない問題になるからね、はい、日本だとね、うん、だから先発で大谷ルールが適用されたらね、日本でもかなりいい形になるけども、うん、はい、そう、大谷ルール適用されなかったら先発で長いイニング投げないと DH なしの試合しなきゃいけないから、うん、はい、そうなってくるとよっぽどの攻撃力ないとチームとしてねプラスになっていかないから、うん、まあ、日本でも大谷ルールが入ればいいけども、まあ、そこら辺ねどうなるかっていうところと、先発なのかリリーフなのか、ね、はい、あと打つのがどこまでかっていうね、まあ、でもトリッキーなバッティングするからね、バッティングは面白いよね、非常になんかバットコントロールもね面白いしね、この粘りのバッティングもあるからね、はい、だからそこの矢沢をどう使うか問題っていうね、うん、ところもあるかも分かんないけども、はい、まあ、そういった面で日本ハムの評価は、はい、B です。 B、はい、まあ、来年1年間のことだけだよ、うん、はい、ね、これは何回も言うように未来に向けてはどうなるか分かんないけども、うん、来年このドラフトだけで大きく日本ハムの順位を今最下位から2位ぐらいまでに押し上げていけそうな感じはしないけどね、そうですね、うん、まあ、これにプラスアルファ外国人選手のね、うん、はい、補強がアルカンタルとかね、うん、戦力外にもなったし、うん、そこら辺がねぐわーってどうやって埋まっていって、その成長している選手たちがね、万波がね来年落ちないように、あの松本剛が今年下げたのを上げれるように、まあ日本ハムが今年負けたのはちょっとねミス多すぎるっていうね、そこら辺をしっかりカバーできて戦えるかどうかっていうところがシーズンのポイントになるけども、このドラフトだけで来年1年間いきなり2位とか優勝とかってなるような感じはしないけどね、正直ね、レアード選手みたいな外国人選手が1人入ったらいいね、いいよ、いいですよね、だ細野選手が先発ローテーションでしっかり回って、ね、10勝7敗ぐらいでもいいから貯金作ってくれて、うん、はい、ローテーション回れたらね、うん、まあ、日本は今年10勝投手がいないわけだからね、はい、ところで面白い存在になるし、ね、うん、宮崎選手がセンターの一角入ってこれたりね、うん、明瀬選手が未来の、ね、大砲系に育てば面白いけども、うん、はい、まあ、来年だけのことを言えばちょっと B 評価かなっていうね、うん、ところになってくると思います、はい、日本ハムファンの皆さんね、ぜひコメントメッセージお待ちしてます、はい。